中山コーティング取締役の中山沙織と申します。一日の流れとしましては、まず出勤して、代表が植物が好きで、すごくたくさん事務所に植物があるので、水やり清掃を、その後朝礼をしてから、私の仕事としてはお客様からご依頼があったら幻聴とかも行っていますので、事務がある時は事務仕事して、お客様から問い合わせがあって現場を見に行くっていうことがあれば、現場を見に行って計測ですね、その平米の平井出しとかをしたりします。始めたすぐはまだ小さな会社で、代表もほぼ一人でやってるような状態でしたので、お客様のところにお見積もりご依頼があって行く場合は、屋根に登ってる場合、下ではしご持つ人も必要ですし、計測をする係のものも必要なので、そういうのをお手伝いするために一緒に手伝い出して始めたっていう形になります。主婦ですので、あんまりもう塗装とか全然わからなくって、初めは正直何でも一緒なんじゃないかなとか、色を塗り替えれるんだなぐらいの知識だったんですけども、やっぱりお客様のとこに行くにつれて、塗料の種類によって全然違うんだなっていうこととか、例えば真っ白なお家も真っ黒に塗り替えることができるとか、全然違う色に塗り替えるっていうことをできるのも知らなかったので、すごく驚きました。やっぱり外のお仕事ですので、現場に行った時に小袋の中からコウモリが出てきて顔にバンとぶつかったりとか、虫とかはもう日常茶飯事ですね。もうコウモリ慣れました。どうしても施工しなきゃいけないところにコウモリがいたりすることも多々あるんですけど、一応保護して違う場所に移動させてからその場所を施工するとかですね、もう全然慣れましたので大丈夫です。小さな会社ですので、一言で言うとすごくアットホームで、いろいろみんな相談もしてくれますし、いろんな話もして、社内でいろいろ解決してったりとか、あとですね、忘年会とか集まりの際には皆さん家族連れで参加されて、子どもたちも年齢が似てたりするので、アットホームにワイワイとやっております。色を塗り替えて塗装終わって綺麗になってありがとうって言われることもすごくやりがいを感じますし、特にこちらが何か意識してやったことじゃないことでも、お客様にとってはすごくそれをありがとうって言ってくれたりとか、例えばなんですけど色決めの時に相談に乗ってくれてすごく助かったんだとか、こういう提案してくれたからすごく結果的に良かったなどを言っていただくことがあって、特に意識してやってたわけじゃないのにありがとうって言っていただけるんだっていうことで、初めの相談から参考までで結構やり取りが多いので、そういう部分で感謝の言葉をいただくことがあったらすごくやりがいを感じております。例えば外壁塗装だけではなくって、ちょっとしたお困りごと、ここも一緒に直したいんだけどどこに頼めばいいのかなとか、ちょっとこれつけてほしいとか、いろいろあると思うんですけども、そういうのも対応できるようにいろいろ勉強もしていきたいですし、新しい塗料であったり新しい工法っていうのがどんどん出てますので、そういうのもどんどん勉強して取り入れて皆様に提供できたらなと思っております。多分初めは何からやっていいかもわからないし、今塗装した方がいいのかまだ大丈夫なのかっていう見極めも悩んでる方も多いと思います。あと塗料もすごくたくさん種類があって、どれを選んだらいいんだっていうのも正直全然わからないと思いますので、相談いただいて、必ずしもいい塗料が、高い塗料、すごく優れてる塗料がお客様のお家に合うとは限らないので、その辺もですねアドバイスしていければと思いますので、もしよろしければ相談していただけたら、ご提案等もさせていただくことが可能ですので、気軽に声をかけていただけたらと思います。